皆様こんにちは、家族収納の赤久ゆりです。今回はこれを買えば間違いないニトリの7選ということでお伝えしていきたいと思います。待ってたよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、ニトリさんってね、お値段以上っていうことでとても人気があるお店の一つなんですね。ただお店に行くとすっごく広いですし、たくさんものがあるので、この中から一体何を買ったらいいんだろうっていうことで迷われる方、それからやっぱ失敗したくないっていう方もたくさんいると思います。そこで主婦であり整理収納アドバイザーである私がピックアップをしてみましたので、ご覧いただけたらと思います。それではスタート。はい、まず一つ目にご紹介するのがニトリの整理トレイ N ブランというシリーズです。これは SML という、3種類あるんですけれども、これですね、私が気に入っているところはこのフォルム、すごくねしっかりした作りなんですけれども、なんかこうねちょっとつるっとしたような素材感になるので、ちょっと高級感もあったりするようなケースになります。なので引き出しとかに入れていただくと結構綺麗に見えるんですね。高級感のある感じに見えます。そしてこれのいいところはこのように重ねることができるんです。重ねれるということは食器が多い方でも使用頻度によって分けることができるんですね。でこれは、よく使うものが上、そしてあまりね使わないよっていうものは下というように、高さがあればこのように、2段に分けて収納することができる、そしてこういう風な使い方とかもできますね。重ねれるというところが、最大の特徴になるかと思います。ちょっと今ね収納を作り上げてみましたのでご覧ください。はい、我が家のキッチンの引き出しに収めてみましたらこのような感じになります。このような小さいスプーンとかフォークなんかはこのね長さがちょうど M サイズのものがちょうど入る大きさです。そして箸、スプーン、フォーク、ナイフ、そういったものはこの L サイズのものに入れていただくとぴったりですし、あとはこういったしゃもじなんかも L サイズのものを入れていただくと綺麗にね収納することができます。あとは小物なんか、そして箸置きとかそういったものは S サイズを使っていただくとこのように綺麗に収納することができますので、このようにね仕切っていただくととてもね見やすいですし、家族も取りやすい収納を作っていただけると思います。はい、2つ目にご紹介するのがこちらのイージーレバーキャニスターという商品です。これは密封するような保存容器になるんですけれども、上のところにこういったレバーがついています。ここがすごいんですけど、上にクッと引き上げるだけで簡単に開けることができるんです。そしてこの周りにこうやってパッキンがついておりますので、ここを上にポンってはめてこのレバーをクッと下げるだけで密封しっかりされるようになっているので、とてもおすすめの商品なんです。でこれ透明になっていますから、こうやって並べた時に何がねどれだけ入っているのかっていう量を把握しやすくなっているところもポイントの一つです。そしてこれ SML の3サイズあるんですけれども、 S が 7.6 四方のものが3種類、 M サイズは10センチ四方のものが4種類、そして L サイズのものは15センチ四方のものが3種類ありますので、お店でチェックしてみてください。そしてちょっとねポイントなんですけれども、例えばこの S サイズ同士、M サイズ同士とかであれば、このようにスタッキングもできるので、収納のね場所があまりない、棚がないよっていう方はこういった形で収納していただくこともできるような商品になります。はい、3つ目にご紹介するのがこちらの釣り戸棚ストッカーハーフクリアという商品です。こちらはサイズが S と M とあります。こちらは今 M サイズの大きい方になります。でこちらの優れている点はこの取っ手付きなんですけれども、上から下まで全部くっついているという点なので、とても持ち出す時に安定感があるということです。よく100円ショップなんかで売っているものは上からしか付いていないので、中に重いものを入れたりするとたわんでしまうということが起きてきます。ですのでこちらであれば取っ手のところが上と下上下についているので、場所を選ばずに持ちたいところでこのように取り出していくことができるというところが優れているポイントの一つです。でこちらの方は中がね見えるので、使用頻度が低いものとかを入れておくと、下からねこう覗くだけで何が入っているのかなというのが一目瞭然になるというところもとても収納しやすいポイントの一つです。そして
まあ、背が低い方とかであれば、まあ、このようにちょっとね手が届かないという方でもこの釣り戸棚のストッカーであれば、まあ、出し入れが簡単にできますので、上の方の収納などはこういったものを使っていただくと、使いやすくなると思います。はい、4つ目はこちらの油はね防止ネットという商品です。これはねニトリさんが好きな方だと、まあ、大体の方が1個は持ってるんじゃないかと思います。でこれそれぐらいね私もすごく愛用している、ちょっともう焦げ付いているぐらいのものなんですけど、まあ、これサイズが全部で4つありまして、22センチ、26センチ、30センチ、34センチという4種類あります。ですので、まあ、ご自宅にあるようなこういった鍋に合うサイズのものを選んでいただくといいと思います。でどのように使用していくかというと、このようにフライパンでこの上にこう蓋をしていくような形で置きます。ですので、まあ、揚げ物をするときとか、あとはまああのソースなどで飛び散りが、ね、あるものなどを、するときにもこういった形で蓋をしていただくと、蒸気は上手にバーッと出てくれるんですけど、油とかソースなどの飛び散りっていうのを軽減してくれるグッズです。ですので、まあ、こういったあの商品を使うことによって油の、ね、後処理っていうのが、ね、すごく楽になったんですね。なのでね、とても便利ですし、あとはこう湯切りをするというのにも使えます。でこれあのお湯を切るときにこのように蓋をしてザーッとすることによって中のものが落ちないので、いろいろね用途としては使えてとても便利なグッズの一つです。はい、5つ目にご紹介するのが N インボックスという商品です。これはですね、サイズが全部で4種類あるんですけれども、これの特徴的なところはもう形がまっすぐなところです。ですので並べた時も無駄な空間がなくて綺麗に揃ってくれるところなんですね。あとは本当に中に入れたいものによってサイズがね豊富ですので、まあ、とても綺麗に収納ができます。まあ、このね高さのものもありますし、まあ、レギュラーのこういった大きなサイズのものもあります。でもうニトリさんといえば本当にねもうこれを押さえておけばっていうぐらいの定番の商品になります。でこれは、まあ、こういった棚とかに、入れていただくのにとても便利なんですけど、まあ、こういう日用品でねよく使うような、グッズだったりとか、まあ、お薬のね収納にしていただいたりとか、まあ、よく使うものをね何かこうやってまとめていただくと、ね、とても使いやすくなると思います。はい、こちらのレギュラーサイズとそして横型のハーフのものだけ後ろに穴がついているんです。こんな感じでね、なのでこの付属のこういった形の、まあ、別売りなんですけどキャスターが売っています。ですのでちょっとこのキャスターをつけてみたいと思います。簡単です。もうはめるだけですね。このように簡単にキャスターをつけることができます。でここにはキッチンで使うね、お水なんかが全部で実はこのように、まあ、こちら側にもね同じように入るので全部で8個ちょうどぴったりね入るようなサイズ感なんです。でこういうお水だったりお米とかはとてもね重いので、こういったキャスターがあるとすぐに簡単に移動することができるのでキッチン周りなんかにも活躍すると思います。はい、6つ目はカラーボックスです。ニトリさんといえばこちらのカラーボックスが有名なんですけれども、このカラーボックスはサイズも高さもねいろいろあります。で先ほど使っていたこちらの N インボックスも組み合わせて使うことができるんです。で今ちょっと作ってみたのが洗面所周りで使うようなグッズなんかをまとめてみました。まあ、一人暮らしとかでもねすごく便利だと思うんですけど、棚がない方などにはこういった収納を作ることができますね。こういうタオルだったりとか、あとフェイスタオルもすぐに取り出せるように作っていたり、まあ、細かいね、ものなんかの収納はこういった小さいボックスを使っていくといいですね。クォーターサイズになります。まあ、こうドライヤーなんかがぴったり入るようなサイズ感だったり、まあ、洗面所周りで使うようなグッズなどを、まあ、このようにまとめていってもいいですね。そしてこちらの上の方にもボックスを置くことができるので、まあ、下着だったりとかパジャマとか脱いだものとかを入れていただくのにも便利なので、ね、洗面所周りのグッズというように、まあ、ひとまとめにしたり、あとはランドセルラックだったりとか、まあ、キッチンの、ね、グッズをまとめるのにも、使っていただけると思います。いろいろ用途が、ね、広がりますので、一つあるととても便利なグッズの一つです。はい、最後にご紹介するのがこちらレターケース9個引き出しという商品です。こちらが何がいいかというとこれです。これは27枚の仕切りがこれに付属でついているんです。ですのでこの引き出しの中の文房具とか
あとは工具、それから細かいようなグッズをまとめるのに使っていただくといいんですけれども、こういった文房具なんかを一つの仕切りに一収納を作ることができるんですね。で、これはこのくぼみのところにキュッとはめる場所がありますので、これを差し込むだけで簡単に仕切りを作ることができるんです。ですので、こういった形で収納していただくと、何がどこにあるのかというのがね、分かりやすくなるようなグッズ。で、それから、こういったクリップなんかもサイズ違いのものがあれば、サイズごとに収納することによってすぐにね、見つけたいサイズのものを取り出すことができます。そして文房具の中でも鉛筆と消しゴム一緒に使うものは、こちら側だけ、手前だけこういった消しゴムを収納して、奥は鉛筆というように引き出しの中で分けることもできます。これはキッチンだったりとか、あとは家の中のね、細かい収納のところに使っていただくこともできますので、とても便利だと思います。こちらなんですけど、同じものをここにスタッキングすることができます。あとはレター用のサイズのものもあったりするので、組み合わせて使うことによって、より使いやすくなるような商品です。はい、今回はこれを買えば間違いないニトリの7選ということでお伝えしていきましたけど、いかがでしたか？たくさんある中から見つけていくのとは難しいと思いますので、こういった動画を見ていいなって思うものを実際にお店に行って手に取ってみられるといいと思います。今日の動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。